い、皆さんこんにちは、レイです。 W プロジェクトです。今日はウォーキング散歩の W ということで、朝から公園に来ました。はい、皆さん公園の気分で一緒に歩いてみてください。最近ね、公園の効果を調べてたらすごいんですってね。あのフィトンチッドっていうやつ、あれを吸い込むと抗がん剤作用みたいなのがあって、ナチュラルキラー細胞とかが出て、すごい森林を歩くだけでとても体にいいことが立証されているそうです。皆さん外に出て緑の栄養を吸い取って健康になりましょう。 W プロジェクト。はい、そして森林浴は疲労回復、睡眠の向上、いいことばっかりね。わあ、空が綺麗。皆さんなんか不安な時はやっぱり森だよ、森。不安になったら森、森に行くとあの鎮静剤みたいな作用があるらしいので、本当に不安な時は一歩でも外に出て、あ、散歩なんかしなくてもいいけど深呼吸でもしたらとても落ち着くんじゃないかと思われます。これもね、科学的に証明されておりますよ。はい、どうでしょうこの景色。やっぱ散歩はね、朝一がいいね。結構なレジャー感がたっぷりでございます。なんかね、オーストラリアのなんかのアトラクションに来た感じ。森の、なんと座間市はお金があるらしくて、めちゃくちゃ整備されてる素晴らしい公園でございます。わー、見て。 W プロジェクト。はい、湧き水でございます。ザマはね、水が、いい水が湧くって有名な場所。飲めないって言うけど、煮沸したら飲めるんでね、うん、ほら湧いてます。ちょっとおぜっぽいアトラクション、落ちたらやばいやつ、楽しいです。ルルちゃんが落ちそうです。はい、これだけ見るとどこぞの山奥に来た感じなんですけれども、ほんとね、なんかポツンと住宅街に出た森みたいな感じの公園でございます。見てください、なんて綺麗な池、カエルが住んでいるそうですよ。タララ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 ラ。そうだ、ザマに行こう。W プロジェクト。ザリガニ釣りができる池、ルルちゃん大喜び。見てください、このどこぞやの里山に来た感じですが、すぐそこには小田急線が走っておりますよ。はい、皆さん里山見つけました。新たなる里山、ザマにありましたね。すっごい綺麗です。ほら見て、今稲刈りが終わってちょうど田んぼがこんな状態ですが、里山ですね。なんかいろいろ施設みたいなのもあるみたいですけど、ちょっとショートトリップになりました。見て、綺麗じゃない、里山めっちゃ綺麗。ほら、これいるだけで癒されますよ。癒しの里山でございます。綺麗です。全くこんな場所が近所にあるとは知りませんでした。私もう50年近くここに住んでるのにね。皆さんも近所の里山やら森やら探してエネルギーもらって元気に生きていきましょうね。レイでした。 W プロジェクトでした。チャンネル登録よろしくね。